ねえねえ、見て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 。朝だな。見て、じゃ後ろ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 。でっか。これ見て、超可愛くない？あたい。ああすごい、なんか貴族っぽい。めっちゃ良くない？貴族っぽいね、なんか。ね、めっちゃ良くない？いいね。ガチでいい。なんか。なんなんだよお前らよ。いやいいやんって言ったやん。キルルに関しては無視なんだよ。おめえよ。ごめん、ちょっと釣りの方が忙しい。そこら辺にいるような女のキャラメイクばっかしやがってよ。もうこれいちいち釣らなくてもいいのか。違うなって思ったら。あ、ステルコン釣れた。いい感じ。呪物だからそれリリースした方がいい。捨てた方がいいよ。今姫になるために頑張ってるらしいからね。本当にマジで。俺と同じ考えや。本当に終わってるわ。でも素質はあると思う姫の。まあ確かに。でもさあれだよね。で神糸釣り好きじゃないよね。だってさ FF14 やってる時もさ神糸だけ一個行ってもいつも釣り来てくれなかったもんね。確かに。いや違うんよ、釣り上げてなかったんよ。なんか言い訳。いや釣りの、なんならあそこがレベル上げるところなのにね。本当にね、言い訳だ。いや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 、毎回だってタイミングが悪いんだもん。そんなことないよね、俺はいいかなとか言ってね。うわぁ、なんか配信だからって。いやでもさぁ、釣り以外でも釣り以外は行ってたじゃん、みんなでさ、コンテンツルーレット回ったりさ、みんなで釣りしたかったのにね。みんなで釣りしたかったね。あーキモー声高っ。キモでも本当にそうだったよね。うん、いいじゃん別に。こいつ感じ悪いと思ってたもん、いつも裏でそんな風に思ってたんだ。そうだよ。嫌な感じ。どっちのセーフだよ、嫌な感じは。なんでそんな暴露するのよ。なんで言われたくないことじゃしないでください。あ、じゃあそんなこと言ったらキナーノから来た DM 言います。もうそれいいよ。昨日の、ね、昨日の11時。ごめんごめん。ねえ、カミト、何何何、カミト、マジでごめん。ねえ、カミト、マジでごめん。ねえ、ごめん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 。カミト、マジでごめん。ほんとごめん。仲良くしよう。ほんとにごめん。そうだよな。うん、ごめんごめんなさい、ごめんなさい。そうだよね。うん、仲良くしよう、仲良くしよう。これは言われたくないよな。ほんとに仲良くしよう。お願い。まさかな。ごめん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 。いや、でも最初はね、普通だったもんね。なんかブルプロって何レベルくらいからパーティー推奨みたいな。わざとや、わざとや。最初にね、いやそれもう言ったらさ、キモいやん、リスナーが。なおね、それ言ったらリスナーがキモいやん。キモくなるようなことを言ったってことだよね。でも、うん、そうだね。でもわざとでしょ。わざとなのかな。死ね。裏ではひなのいつもこんな感じだったねえ、気をつけねえ、気死ねえよお前マジで。まあ表ではこう言ってますけどねえ、キモね、もうキモい。でもちなみに隠した方がね、みんなのね想像がはかどるかもしれないからね。確かにそれはそれでキモいか。だからお前はもう積んでんだよ。じゃあもう死ぬね。寝ようかな。ダメだよ、ひなのから言い始めた。お前が始めた物語だろ。うん、始めてない。